なります。はい、4月29日です。ゴールデンウィーク始まりましたね。今日から5月の1日2日お休み取ると9連休なんていう方もねいらっしゃるそうで、いいですね。まあ我々はねイベント狂というかそんな感じなので、結構ゴールデンウィークは逆になんかお仕事、毎年お仕事のことが多いですけれどもね。始まりました。さあ第12節ヴァンフォーレ甲府戦です。今日はホーム戦です。はい、今日は多くの方がいらっしゃってくれています。どれぐらい入るのかな、入場者数なんかも気になるところですが、甲府さんがねバスツアーつ組んでくれたりとかして、はい、そういうところもありますので、かなりヴァンフォーレのサポーターの皆さんもこのショースターに来てくれています。さあそしてワンズボイスで今日はクレマルちゃんも応援に来てくれてます。そうですね、ちょうど急遽というかね、いいんですよ、行っちゃったんで、はい、まあ応援に来させていただいたので、まあ、今日は、まあ、もちろんね、喋るのは佐山さんですけど、はい、僕も、上から試合見させてもらって、あざす、応援しますんで。長崎戦勝てたしね。そうですね。その時の感想とか聞いてなかったけど、はい、どう、初勝利の勝ち点3の味はどうでした？震えましたね。いいね。はい、やっぱりその今までってどうしてもこう、うん、勝利へのそのなんていうんですか、壁、うん、分厚いなっていう部分があったんですけど、長崎戦はまあいい感じで得点してくれて、そうだね、で選手たちがそれを守ってくれて、うん、で終わってみたらもう最後のなんていうんですか、もうアディショナルが長くてわかるわ。まあでも最終的に勝ってくれたので、そうだね、本当にちょっと泣きそうになりました、うん、はい、でもそれがあったからね、一山超えたから、はい、またぜひぜひよろしくお願いします。そうですね、みんなで応援していきましょう。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあね、クレちゃんとそしてアシスタントのマリちゃんです。今日はどうですか？今日は勝ちますよ。今日は勝ちますよ、はい、勝ちますね。そうですね、ありがとうございます。撮影してるね、今日担当ですよ、はい、担当ですよ、はい、ありがとうございます。で皆さんにもこう収録の感じとかも見せていただいて、ロゼワイン買ってきましたよ。仕事終わって仕事あってからね、そう、はい、飲むんで買ってきました。あ、じゃあまた皆さんにもねこうやって声かけていただいて幸せですね、はい、頑張りましょう、はい、勝ち点3をゲットするために頑張っていきたいと思います。じゃあこれから放送席行きます。さあということで試合が終わりました。放送席からお届けしていきたいと思います。そこボイスです。今日は4月29日昭和の日です。僕が小さかった頃は天皇誕生日でした。そこから緑の日に変わりました。そして今は昭和の日になっております。4月29日です。今日からねゴールデンウィークということで、まあお休み途中取ってらっしゃる方は9連休なんていう方もねいらっしゃると思いますけれども、さあ今日はヴァンフォーレ甲府戦、結果2対1で逆転勝ち。今日は会心ですよ、会心、会心の一撃ですよ。メタルスライムだろうがハフレメタルだろうがメタルキングだろうが会心の一撃だったら一撃なんですよ。勝ちました。後半開始早々に、まあ、前半0-0でした。で後半開始早々にですね、お祭り男光平のゴールが決まりまして、またかよみたいな。去年ねうちでゴール、まあ、去年の甲府戦、ここでねやった、正田修一スタジアム群馬でやった甲府戦の時は1対1のドローだったんです。で、その時はうちが先制をしたんですけど、その後ですね三平のゴールで追いつかれて、今年も三平にゴールを取られて、また今年もかと思いました。ただまあ取られた時間が後半2分、本当に立ち上がりっていうところだったのでまだまだ時間残されてましたし、前半を見る限り本当にお互いチャンスあったんです。うちにもチャンスありました。で甲府にもチャンスがありました。でその中でお互い取りきれなかった前半
で紙一重なんですよね。あの本当にあのチャンスはね両方本当にゴールの期待っていうのはあのよく今ねダゾーンでゴール期待値なんてやってますけれども、そのね期待値は高かったと思います、でもそんな中で、お互い点が取れずにで後半開始早々に失点したわけじゃないですか、でもまあ43分、そこからね残っていたプラスアディショナルが残っていたっていうところで、まあ、慌てる時間帯ではなかったし、今日はあの攻め切れてはいたので、そういう意味ではゴールに近づくチャンス、っていうのはクリエイトできるんじゃないかなと思っておりました。でそんな中中倉元樹の同点ゴールですよ。素晴らしいですよ。キーパーの逆ついてね、あのちょっとごちょごちょっとした中だったんですけど、川本理央とのねその入れ替わりみたいなところがあっての元樹のゴールで、もうずっと放送席ではあの庄司智春さんみたいな感じでみんながミキティーミキティーってみんなで言ってましたけど、いやー本当にあの同点ゴールが素晴らしかったですね。そして J 初ゴールおめでとうございます。前橋育英高校出身、高卒2年目、去年からレギュラーをゲットして今年はもう本当にね大車輪の活躍です。背番号19岡本和真、アンダー20の日本代表の合宿にも呼ばれ、一皮も二皮もまたねこっからねなんか羽ばたいて、ぜひザスパのこれからもね力になって引っ張っていってほしいなと思いますけれども、岡本和真選手の J 初ゴールが決まりまして逆転2対1で勝利を収めました。暫定ではありますけれども、これで順位を4位まで上げてますね。でまた上も同昇格圏内も狙えるような、そんな1試合差みたいなところになってきてますんで、まあ明日ねベルディかな、あベルディこの後かな、ベルディこの後ですね、17時から水戸とやるんですね。で明日金沢と藤枝のゲームというか、藤枝もあの1試合圏内のところにいますので、まあ、この後のゲームとか、藤枝のゲーム次第では、また順位が入れ替わる可能性はありますけれども、ただ暫定でねこのぐらいの順位にいられるっていうのは非常に素晴らしいことだと思います。いや良かったですね、会心でしたね。アウェーでは栃木に対してあの逆転勝ちがあって2対1っていうのはありましたけれども、ホームでね逆転できる、まあその力がついてきたのかなと思います。さあそしてアシスタントのマリちゃんです。今日の感想は？嬉しいもうなんか勝った時は嬉しい、負けた時は悔しいみたいな感じに、ね、なってますけれども、ほっとしたですね。ですね、勝ち点3、いや素晴らしいです。ホームでは長崎以来、はい、まあ、2試合ぶりの、勝ち点3っていう形になります。まあ、リーグ戦でも3試合ぶりの勝ち点3なんで、この勢いをねちょっと続けていきたいし、ゴールデンウィーク勝ちたいですね。勝ちたい、はい。で、また次節よろしくお願いします。はい、ゴールデンウィーク最後の1日になりますので、よろしくお願いします。また卵サンド食べること最近あの卵サンドを食べると勝つという、はい、そういう何かジンクスがあるようですので、バグプラス卵サンド、そうですね、はい、頑張りましょう。また はい、ということで、はい、マリちゃんでした。さあ、次節がアウェー戦になりますね。5月3日、熊本戦が第13節ということで行われます。まあ、遠い地ではありますけれどもね、あの行かれる方はゴールデンウィーク中ですけれどもいらっしゃるんでしょうか。ちょっとねおそらくあの航空券もお高い感じ、あとは混雑も激しいんじゃないかなと思いますけれども、気をつけて行かれる方は行ってきてくださいね。そして5月の7日日曜日が次のホーム戦、山口戦ということで、ゴールデンウィークね最初の1日が今日の甲府戦でした。最後の1日は山口戦になりますんで、ホーム戦ですので、はい、ゴールデンウィークぜひザスパに始まり、ザスパで終わってください。はい、3年生ね、みんなで戦っていきましょう。5月3日また、即ボイスでアウェー戦になりますけれどもね、熊本戦の模様は、お届けしていきたいと思います。それではザスパ草津群馬スタジアム DJ の佐山雄介でした。放送席から失礼いたしやす。勝ち点3。